ということで始まりました。今週も続きは読めでございますけどね。はい、今週はこちら赤澤さん来ていただきました。どうもどうも、半年ぶりあらぐらいで半年ぶり7月に来てるでしょ。あーそっか、あ七夕に来てるでしょ。そうだった、そうだった、そうでした。いや違う違う違う、ほらあのこのね遠いですね、そうあの認知症、いや認知症もうちょっとくっついてパーってますけど、あちらにほらもう一方いますから。はい、クシャニーです。宴会もう飲んどります。一人でプリッツ全部食べて飲んどります。はいね、というわけで今日は今日まあ明日というか今日というか、うん、明日ですか、今日ですね、土曜日、うん、はい、もう土曜日になったので、はい、今日ぜひともペニーレーンに、はい、皆さんお集まりください。はい、6時半7時からです。7時半ぐらいから始まって7時から7時からはいスタートでございます。夜の7時からペニーレーンで、はい、ぶちやす、はいはいね、ハンドドッグのブッチャーさんと吉島さんが、はいはい、来ていただいて、ね、ぜひとも、はい、僕とアイゼンさんも出ますね。出ます、そうです、はい、はい、ね、皆さん来てね。でいつもだったらねここでね、うん、アイゼンになんかいろんなもの食わせるんだけど、はい、最近ねここじゃ食わせられねえじゃん。いや、しかもね、それがなくてここを選んでんでしょ。違いますよ、そんなことは、そんなことは、そんなことは、あ、わかった。もしかして今日もエミリアアップしてたけど、うん、お前エミリア食ったんじゃねえの？食ってない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 よ、食ってないよ。だから私が行けばエミリアに会わなくて済むと思って、お前それでここ選んでんじゃないの？なことはございませんよ、ね、はい、ちゃんとあのちゃんと生存しておりますから。本当かな、写真は何もでも加工できるからな。はい、大丈夫ですよ。はい、じゃあ今度あれだ、怪しい、しあのよくあるあの新聞と一緒に動画撮られたのね。おお、やっぱ日付がだけ入れてね。別に来月行ってもいいのよ。いや、あの、じゃあ来月あの、あれも、あれも見に行かなきゃいけない。あ、じゃあ今年ね、あれない、なんで、いや、ほら、去年が、うん、あの、あれ、あの、ほら豊富だったから、そうそうそう、うん、今年本当に、もうびっくりすることほぼないの、こんなに見たことない。いや、台風で落ちたんじゃない。いやいや、もうその前から全然実がなってない。今年じゃあゆず風呂入れないじゃん。いや、ほんま全然無理だと思う、本当に無理だと思う。はい、というわけで、お正月、お正月の茶碗蒸しには銀杏、銀杏だよ、柚子の皮をちょっとこうのせると香りがあっていいんだよ。へえ、あ、そうですか、うん、今年どうしようかなって感じになってる。買わなきゃないじゃん、柚子。ほんとね、びっくりそうだな。まあいいや、茶碗蒸し作んなきゃいいや。まあまあ何はともあれですね、はい、ベニーレンの方に、はい、いらしてくださいませ。ぜひとも皆さんお待ちしております。明日よろしくお願いします。明日というか、今日というか、はい、土曜日、はい、ありがとうございます。はい、心が大丈夫ね、はい。はい、では、ということで、皆様、お待ちしております。はい、バイバイ、バイバイ、バイバイ。